疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、アイス屋。ちょっと問題点とかいろいろ出てきたりはしてるかなって感じかな、うん、まず従業員の子やね。もともと今回まあ8人採用したんやけど、1人が結構早い段階でまあ辞退、家庭のちょっと事情で、もう1人が社員規模やった、10年ぐらいゴルフ場で働いた子がまあ親と話し合って、うん、その結果ちょっと親がまあ反対してるってことで、まあこの間ちょっと親とも会って話したんやけど、まあ結果的に難しかったってことで、うん、そこが2人辞退っていう形で、まあもともと店長副店長って感じでやろうと思ったけど、まあ一旦店長っていう形でやれるから、まあまだ完璧にやばいわけじゃないけど、いろいろ状況は変化がしてきてるって感じかな、うんうんうん。あとは、まあ、オープン日ずらしたけど、最初、まあ、その夜アイス、うん、ソフトクリームから始めようみたいな感じからスタートしたけど、うん、まあ、俺も初めての業態やから、うん、まあ、いろいろ調べていってるうちにソフトクリームだけじゃちょっと厳しいかなってことで、フードメニューやったりとか、うん、でちゃんとしたカフェっぽくしようと思って厨房機器とかめっちゃ変更したんよ。でその影響でほんまにそれも間に合うかどうかっていう段階に今なってる不透明やね、うん。やってくうちにどんどんこっちのがいいんちゃう、こっちのがいいんちゃうってなっちゃってるってことね。そう、良くない部分もあるね、それって、うん、ブレちゃうと、うん、でも今のところいい方向に行ってるから、うんうんうん、まあ焦ってはないから、ただまあ待ってる人もおるから、そこに関してはちょっと申し訳ない気持ちとちょっと焦る気持ちはあるけど、あとはもうやっていくしかないねっていう状況になってます今、うん、出勤も待たしてる状態やから、さすがにこれ以上引っ張るわけにもないし、まあ、できることからやっていこうと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、店作りのためにメニューとか、まあ、エプロンとかを決めたいと思います。いろんなメニューとかで作りやすいんでピザじゃないかなと思ってんねんけど、ただピザを焼く釜を買おうと思ったら厨房のちょっと計画変わってくんだけど、いらんにやったら今排除しとかないと、これ機材だけでも50万ぐらいするんやんか。ここ結構重要っちゃ重要で、メニューに入れるかどうか。ピザだったらデザートピザが結構メインでやってるところとかもあるので、バリエーションを増やせるし、いいと思います。うん、デザートピザ、うん、デザートピザ、アイスとか持ってたりとか。マシュマロとかは焼いてね、伸びる感じで作りたいね。トータルするとカレーとピザを一番追求する、うん、で揚げ物とかでポテトコーちょっと入れる、うん、でフードは作り込んでいた方がいいんちゃうか。結構南とかで作ないから面白くなりそう、うん、それで決定で、ということでオープンまで引き続き頑張っていきましょう。はい、おー、頑張ります。頑張ります。来ました。じゃあ今日内装がもう出来上がってるということで、ほぼほぼ出来上がってるとのことです。おお。おお。新築の匂い。おしゃれ。わあ、アイス屋さんになってる。おお。お、だいぶ違うやん。すごいね。天井もめっちゃ綺麗になった。お店になりましたね。ほぼほぼ出来上がったんじゃないの？スタッフルーム。自分のロッカーと自分の洗濯機とかは継承してます。お？トイレが？わあ、トイレもちょっと綺麗になってる。だいぶ良くはなって近づいてきたかなと。はい。ただ問題がまだ届いてないものが何個かあって、ピザをやっぱ急遽やることになったから、はい、ピザ窯が手配できてなくって、オープンにちょっと間に合うかどうかわからないっていうのが一つと、うん、一番がソファーとテーブル。え、これがちょっといろいろ変更していった兼ね合いでオーダーかけるから、うん、遅くなった分が納期遅れて。どれぐらいの予定なんですか？この間ちょっと連絡あったんけど、はい、5月過ぎるみたいな。そうなの。なんか今違う方法を考えてもらってんねんけど、なんとか間に合う方法は探してる段階で、はい、今のところ俺らが希望してるソファーとかテーブルをオーダーしたら、うん、まあ、5月中旬とか遅いやつだと6月ぐらいまで。カウンターはあるから、とりあえず椅子作ったらいいやん、まあ、代用で買うことはできるよ、うん、とりあえず。でも、うん、買って数ヶ月しか使わへんかゴミになっちゃうの、うん、これ俺一応もったいないと思ってて、うん、やったらまあオープンを遅らせるのか、妥協して違うものを買ってそれで完成形にするかのどっちかやな、うんうん、でも早くしないとどちらにせよやばいね、まあ、オープン自体がね結構遅れてるからそうそうそう、はい、スタッフの出勤ももう一応今日からになってるから、もうこの後ちょっとしたら来るし、まあその現状は説明しながら、うん、まあできることはちょっとやっていこうかな、はい、
とりあえず今は非常にまずい。お疲れ様です。お疲れ様です。何がすごい？え、かわいい。鏡がすごい。絶対鏡じゃない。鏡じゃないんですけど、反射してるだけじゃない。綺麗な内装に従業員も笑顔があふれる。いよいよここから一緒に店を作り上げていく。ということで、制服はできてます。一人白黒一枚ずつとこれ。はい、はい、かわいい。色かわいい。T シャツ好きな方着てもらったら白黒着替えれた。はい、じゃあお願いします。じゃーん。おーおーおおおおおおいいんちゃう。4人で4種類ね。そうです。ええ感じ。ええ感じです。めっちゃあとはね、髪の毛くくるとか、はい、名札作るとか、今からそれをミーティングで決めていきましょう。はい、長くはなりましたが、まあ、そんな感じで残りオープンまで頑張りましょう。はい、お願いします。ソファーがちょっともうオープン間に合わへんので、たまたまソファーを貸してくれる人が現れたんで、それを取りに行きます。そんなたまたまあります。カフェ昔前やってて、テーブルセットが余ってるから、まあ、よかったら使ってくださいみたいな、オープン遅れるっていうのを知ってからなんか声かけてもらって、それがあればオープンできる。オープン自体はできる。はいはいはい、うん、理想としてる店内にはならへんけど、雰囲気はだいたい近いところまで持っていけるからみたいな感じで、で、まあ、よかったらそのまま後日取りに行こうとさせてもらうみたいな感じで。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。すいません、お願いします。お願いします。こちらこそよろしくお願いします。これがそうですね、どれでももうお好きなの全然、はい、持って行ってもらって、はい、めちゃくちゃ数あるから助かる、うん、この椅子をお借りできれば、はいはい、全然いいです。後日またトラックでここ取りに来させてもらいます。 OK です。はい、助かります。これもう一回返すんですか。返す。めちゃくちゃ助かります、こういうの。ありがとうございます。あの、この間借りに行った椅子が一応無事に届いたということで、はい、なんかマッチしてるね。ただこのテーブルの天板は実際ここで使うやつになんとか間に合ったから。あ、これ、うん、お客様は来店できる状態まではとりあえずなった。席ができた。そう、席ができた、うん、テイクアウト用の冷凍商材をここに入れて、はい、テイクアウト用のなんか並んでんで。あ、これ販売しようと思う。売るん。ちょっとだけやねんけど、うん、余った分だけやな。今後のスタッフが増えた時用に作ってんけど、私服でも着れるデザインだから販売できるようにしようと思って、うん、ロゴはアイスのマークとか入ってんけど、制服っぽすぎるから、あの私服で着れるように、ベビー用と子供服は10枚ずつだけ作った、新しく、うん、と大人用も30着ぐらい。30着限定。また作る気はない。クッキーとかも売ろうと思ってて、うんうん、まあ、そういうのを、まあ、ここで展示っていう形で、はいはい、ピザ窯が、はい、新しいの買おうと思って納期を確認したらちょっとだいぶかかるってことやったんですけど、知り合いがあるよって言ってもらいました。もらった。欲しかったやつな、うん、そう、買おうと思ってたやつが新品で買ったら100万ぐらいです。うわ、お店、まあ、オープンするんやったらよかったら使ってくださいって言って、すごっ、ほんまに感謝してます。だからこれも間に合って、はい、パフェを作ります。店で出すやつ形は決まってるから、スタッフと宮城で作ってみてください。やりましょう。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあこれは適当に出します。はい、わかりました。で、そこにゼリーを入れる。店で作ります。ゼリーは混ぜる。あれ、お、いい感じ。ベリーベリーいちごちゃんです。え、ちょっと待って、これは誰が作った。みやび。一人で。みんなで。はい、みんなで。すごい、めちゃくちゃいい感じ。写真映えも結構そうじゃない、うん、うん、で、もう一個あると。はい、チョコレートバナナちゃんです。おいいよ、すごいいい感じ。うん、うん、ソフトクリームでテイクアウト用っていうのから、うん、まあ、スタートしたいのこの店、うん、で、まあ、いろいろ回って回って
こちらのこれもまだ容器は仮やね、うん、透明じゃないやつでこれぐらいのサイズのカップパフェを作ってそれをテイクアウト用にします、うん、お使いと店内で分けるみたいな分ける行列なって、うん、お客様をずっと待たせ続けるみたいなオーダー入るたびにこれを作るわけにいかへんから、うん、じゃあミニパフェで、カップにしてこっちの方がほんでジェラートパフェができるから種類が増やせるしってことですぐあの、うん、テイクアウトできるように、うん、っていうことでこれに変更しました。ちょっと次ピザを出来合いの冷凍ピザ、はい、これを一回焼いてみよう。どんな感じになるんだ。すげえ。うよ、うん、よし、いいね。よし。うまっ。おぉ。うん。よっ。おぉ。これちょっと、多分な、側面が、ちょっと焦げちゃって。はいはいはい。焦げた匂い。うん。うまいんだけど。うん。うん。うん、って感じ。次は業務用のスーパーに売ってる冷凍の生地、まあ、ソースとかで一回自分で作るパターン。これ溶けたらいい感じになるってことですよね。そう、オリーブオイルをかけて、おっ、いい感じ。見えた。めちゃくちゃうまいの作る自信が出てきた。こっち系はやっぱね、今まで飲食店やってるから得意。うん。一週間あればうまいの作れる自信がある。うん、おお、もう頭の中では。もう頭の中でできる。すごい。これ逆にやっぱちょっとオープンまで楽しみにしてもらった。デザート担当で。デザートピザは？いや、そこはフードな。はい。やろう。そうそうそう、お願いします。アイスパフェが完成し、最初のお客様の元へやってきた。できましたよと、はい。パフェが完成しました。頑張るから見守っててね。よし、これで天国のね、おじいちゃんも喜んでくれたかな。今日はテスト営業ということで、はい、もうだいぶ見ての通り整ってきたんで、はい、今日は知り合いやけど、うん、呼んで実際アイスを出してどうなるかっていう、その段階についにやっと。誰が対応するんですか。もう基本メインはこっちで、はいはいはい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ワクワク。えぐい。見覚えのある顔。なになに。うわ、おもろいって YouTube 撮影しながら来てるから。お前今日僕と同じ食生活一日してるんですよ。あ、そう、はい、マジ。はい、店長です。いちご失礼します。あ、店長、ありがとうございます。うわー、コカ・コーラですか。はい、コカ・コーラがあるだけでもう幸せな。いい店やもんな。こちらいちごのパフェと、これは、はい、玉さん仕様の、はい、いつものやつです。ありがとう。でこっちがバナナ。美味しそう。写真撮りたい。しかもさ、電気めっちゃ映える。写真めっちゃいい感じに撮れる。盛れるな。クッキーちゃんとミスターって書いてる。そうそう、めちゃめちゃ可愛い。うまそう。いただきます。これどっから行くべきなの。ほんまにクッキーやな。クッキーか。待って、クッキー一番好きなんで。嘘。嬉しい。おいしい、ね、え、マジでうまい。パフェやったら食べるたびに味変わるのいいですよね。確かに。だからあんなパフェばっかり行ってたの。めっちゃいろんな店行った。研究してってことか。うん。そういえばかやくまはもともと働く予定やったはずなんですが、採用になりました。まあでも私もね、動画頑張ろうと思ってたし、うん、ね、毎日撮ってるし、うん、って思ってたら気づいてないのに、めちゃくちゃこんなでかいいいお店になった。そう、俺がちっちゃいパフェをもらっちゃったから。おはようございます。おはようございます。バリアフリーや。
来れたな。お初めて見た。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと行きます。バリアフリーで。ありがとうございます。私たちのために、はい、ベビーカーも入るからめっちゃいいな。来やすいね、いろんな人が。はい、お待たせ。わー、かわいい。めっちゃかわいい。すげー、おいしそう。やばー、めっちゃいい。やばすごい、クッキーもめっちゃうまい。めっちゃうまい。おいしい。ご飯あと絶対イチゴがいい。あ、確かにすっきりしてる。あっさりするかな。甘いの食べたいみたいな時に、うん、まあ、さっぱりやけどずっしりやから、これ月一で食べる、うん、おいしい。うまい。高級やわ。高級。完食です。ごちそうさまでした。満足感半端ないな、うん、ちょっとマジ。もう一個いける。何種類ぐらいあるんだろうね。楽しみ。また来てください。はい、行きます。ごちそうさまで。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ありがとう。お帰りになられましたが、お疲れ様でした。改善点見えた？かなり大量にある。マジでオープンまではまだまだ遠いけど、うん、日数がもうないので練習期間がかなり必要やなと思ったね。で、動画では一回も触れてないんですけど、かやくまどうなったのかっていうのを動画では言ってる方がいいかなと思って、はい、OK です。はい、あの、もともとここで働いてくれるって言ってたんやけど、宮部と友達っていうのもあるし、うん、普通にアルバイトして一般的な応募してきたら採用のレベルなんやけど、友達とかいろんなそういうのを考慮してもう友達のままでいましょうっていうことにしました。まあでもちょうど YouTube もね、頑張り始めてたタイミングやったし、そう、だから逆に応援する気持ちもあって集中してそっちでまだもう一回あの盛り返してほしいなっていう。はい、で、オープンはそろそろできると。オープン日言う？オープン日？まあ残りあと1週間ぐらいやねんけど、もうオープン日は4月1日で決めました。土曜日ね。土曜日4月1日から3日間だけ俺らも、まあ、この店立とうと思ってるから、はい、その3日間は5時から夜の11時まで、うん、で、4日から通常営業ということで、平日は昼の15時からと土日祝だけ13時から、はい、閉店は全部11時、はい、っていう感じでやっていきたいと思います。はい、よし、みんなで練習や今から、はい、内装もね、ちゃんとできて、うん、これまでめっちゃもう内装決めるのとかアイスの味決めたりとか、もう寝る暇もなくめっちゃ忙しかったんですけど、だんだんもうこうやって形になってきて、店はオープンできる準備はできてるんで、あとは今日プレオープンしてその課題が結構見えたんで、そこをみんなで乗り越えていきたいなと思います。もっといいお店にできるように、はい、もっとクオリティを上げて、グランドオープンの時には自信を持ってみんなに美味しいアイスを提供できるように頑張ります。しんどいけど楽しみ。はい、もうだんだんこうやって店ができていくのとか、うん、アイスをみんなで作ったりとかするのすごいしんどいけど楽しいんで頑張ります。みんな来てね。みんな来てください。